皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は多肉植物の土でバラを育てて分かったことについてお話ししようと思っていますこれはジュリアという品種のバラなのですが去年の4月に信頼を購入して多肉植物の土に植え付けて育てました実験とはいえ最初は枯れてしまうのではないかとヒヤヒヤしていましたが今のところはなんとか無事に育っています 育て始めてから約8ヶ月経過していますが、現在の土の状態や粘りの状態を確認して、多肉植物の土で育てるメリットとデメリットについてお話します。園芸やガーデニング、特にバラ栽培に興味のある方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。<music> それでは現在の土の状態を見ていきましょう表面にヤシガラチップのベラボンでマルチングをしているのでどけてみますなかなか土が見えてこないですねちょっと一旦カメラを止めてマルチングを取り除きますマルチングをでききるだけ取り除きました。実はマルチング材のベラボンに根が絡みついていて全てを取り除くことはできませんでした ご覧いただいてわかる通り、多肉植物の土は粒状の用土で構成されています。黄色っぽく見えるのがカヌマ土で、白っぽく見えるのがパーライトです。少し見えづらいですが、赤玉土もブレンドされています。植え付けてから8ヶ月ほどを経過しましたが、粒が潰れることなく、形状は保っているようですね。 続いて水はけのチェックをしてみましょう。かなり強めのシャワーで水をかけていきます。多肉植物の土は粒状の用土で構成されているので、通気性水はけは非常に良い,いです。かなり強めのシャワーで水をかけましたが、スーッと水がはけていくのがわかりますね。今はスーッと水がはける感じですが、植え付けたばかりの頃はまだ根が張っていなかったので、 水をかけてもダダ漏れの状態でした。水切れを起こすのではないかと心配しましたが、毎日水やりをしていれば、真夏でも水切れを起こすことはありませんでした。その点では、いい意味で意外でしたね。続いて粘りのチェックをしてみようと思います。 株を鉢から取り出しました。多肉植物の土は粒状なので、本来であればポロポロと崩れやすいのですが、根鉢の状態になっているので、ある程度しっかりと根が張っているようです。白っぽい根が多めに見えるので、状態は悪くなさそうですね。バラを鉢植えで育てていると、コガネムシの幼虫に根を食害されることが多いのですが、 その被害も見当たりません薬剤は一切使っていないので何か理由があるのかもしれませんね。ここまででは多肉植物の土に全く問題がないように見えますが実はいくつか気になる点がありました。その点についいててお話ししていきます 多肉植物の土でバラを育てていて気になった点は、土が軽いということです。白い粒状のものが見えると思いますが、これはパーライトという資材です。原料となる真珠岩を高温で加熱することで、発泡させて作る人工用土で、通気性水はけを改善する効果があります。土壌改良資材として優秀なのですが、 発泡させてあるため非常に軽いのが特徴です比重で言うと0.1程度しかありません一般的な培養土の比重は0.4から0.6なのでパーライトの割合が多いと土が軽くなります土が軽いと株が安定しなかったり風で倒れやすくなります実際にこの株も地上部が大きくなった夏以降に倒れやすくなりました 植え付けに使った多肉植物の土には腐葉土や堆肥などの有機物が含まれていませんマルチングに使ったベラボンが唯一の有機物なのですがそれに根が絡みついているのが印象的でしたベラボンは繊維の隙間に水を保持できるのでその水を求めて根が伸びている可能性もありますがやはり腐葉土や堆肥などの有機物を根が求めている部分もあるのかなと考えています 腐葉土や堆肥は保水性を高めるだけでなく保肥力を向上させたりリン酸を効きやすくする効果が期待できますこれは花を楽しむバラにとっては重要なポイントですまた土壌微生物を活性化させることでそれらが分泌するビタミンや酵素核酸物質など肥料とは違った側面からバラの成長を促す効果が期待できます 特に去年は天候不順だったたのので、堆肥の重要性を強く感じましたね。多肉植物の土は通気性水はけが非常によくその点ではバラの成長に役立ちますが一方で土が軽いそして有機物を含んでいない点がバラの栽培には不利になるかなと感じました。 それを補う資材をいくつかピックアップしました。太非とゼオライト、そしてヒューガ土です。商品によって違いはありますが、多肉植物の土には通気性水はけの改善目的でパーライトが配合されていることが多いです。パーライトは優秀な資材ですが、軽いので入れすぎると土が軽くなりすぎます。同じ用途であればヒューガ土の方が重さがあります。 また、ゼオライトは保肥力が高くさらに重い資材なのでどっしりとした用土を作りたい場合には有効です。堆肥に関しては保水性保肥力の向上はもちろんリン酸を効きやすくしたり土壌微生物を活性化する効果が期待できるので有効だと考えています。 それでは今回の動画のまとめです多肉植物の土でバラを育ててみて分かったことについてお話ししましたそもそもバラ栽培のための土ではないのでそこまで期待はしていませんでしたが思ったよりはまともに育ったかなと感じています多肉植物の土の通気性水はけの良さはバラ栽培においても役立つ一方でもう少し土に重さがあったり 堆肥などの有機物を含んでいた方が、バラ栽培にとっては有利だなと感じました。今回の実験で得られた経験を、今シーズンのバラ栽培に生かしていこうと思っています。次回の動画では、多肉植物の土でのバラ栽培で得られた経験をもとに、バイオド作りをしてみようと思いますので、興味のある方はぜひご覧ください。